ラムダコントロールのエラーメッセージの原因究明の続きです。エラーメッセージはスロットルバルブの信号異常を示していました。前回のスロットルバルブセンサーのテストでは異常はなかったのでセンサーの信号がエンジンコンピューターにきちんと届いていない、またはエンジンコンピューターが壊れているのではないかと考えました。VP3 の値でエンジンコンピューターがスロットルポジションセンサーを正しく認識しているかを診断する方法があります。X11 コネクターに 電圧計のマイナスを2番端子に接続プラスを3番端子に接続しますイグニッションスイッチをアクセサリーオンエンジンオフの状態にしますこの時電圧は3.8ボルトくらいになるのが正常ですこのテストは合格でした次にスロットルバルブを開きますスロットルバルブが開くと電圧は11から12ボルトくらいになるのが正常ですスロットルバルブが全開になると電圧は10ボルトくらいになるのが正常です このテストはスロットルバルブが全開になったときの電圧は正常だと思いますがそれ以外のスロットルバルブの位置のときには 3.7V のままでしたので異常だと考えられました私はスロットルポジションセンサーのしまっている信号がエンジンコンピューターに届いていないと考えましたエンジンコンピューターの13番端子と S2 分の 29X1 コネクターの1番端子が切れていないか調べました 配線には問題はありませんでした。そうなると残る原因はエンジンコンピューターが壊れていると考えました。予備のエンジンコンピューターと交換してエラーメッセージが消えるか試すことにしました。 スロットルバルブを開いていますがやはり VP3 の電圧は変わりはなく前回にした時にだけ 9.8V になりましたネットで調べたこのテスト方法が間違っているかもしれないので予備のエンジンコンピューターでエンジン始動させラムダ値を見てみます 予備コンピューターでは、暖気後の VP3 のラム立ちは 2.7V で固定しました。これは、吸気温度センサー以上を示すエラーメッセージです。また、始まりの状態に戻ってしまいました。なぜこうなるのか、全くわからなくなってしまいました。この動画を見てアドバイスいただければ、大変助かります。